墨中納言物語は、日本の平安時代後期以降に成立した短編物語集。偏社は不詳。十編の短編物語及び一編の断片から、なるが、成立年代や筆者はそれぞれ異なり、遅いものは13世紀以後の作品と考えられる。十編中の一編、大阪超えぬ、県中納言以外の著者、詳細な成立年代は不詳である。ただし、 文英八年成立の風陽和歌集に同編及び花桜織る少々、灰イほどほどの化粧、海愛は背から歌が日周しているため、これらの物語が文英八年以前の成立であることは確認できる。十編の物語の中のいずれにも、包み中納言という人物は登場せず、この表題が何に由来するものなのかは不明である。 複数の物語をばらけないように包んでおいたため、包みの物語と称され、それがいつの間にか実在の包み中納言に関連付けられて考えられた結果として包み、中納言物語となった、など様々な説がある。以下の十編、および未完の断片で構成される。作品の配列順、題名等については、伝本により、移動がある。 現存する伝本はすべて江戸期の写本である。唯一筆者と成立年代が確認されている。天行三年成立、筆者は正式部。六条サイン物語愛のために新作された作品で、いわゆるカオル型の貴公子の声を描いたもの。主人公の簡易が伝本によって、少々、中将、大将と異なり、題名もそれに従って異なっている。一説には、 八階大臣と称された、大城大臣、藤原宗介とその娘がモデルであるとも言われている。書簡風の短編、ある手紙の内容を筆者が引用した、という体裁を取る。題名に関しては、諸説あり、大別してで意見が分かれている。古本説話集、第19弾、平中と、狂言、墨塗りなどに見られるモチーフ、墨と説話系の短編。この段では、 話の前半は、伊勢物語23段などに見られる二人、蕾物語を基調とし、後半はいわゆる平ら中隅の時間を基調とする。この物語における、海愛は、珍しく美しい海を集めて競い合う、本来の海愛であり、現在知られている、いわゆる海王位ではない。冬ごもる、という書き出しで始まる、数行程度の断片、物語の冒頭部分と見られる。しかし、 これが、ただの断片の混入なのか、意図的に置かれたものなのか、あるいは写本時の書き差しなのかについては不明である。ありがとうございます。